とね、みんなと語りながら配信をしたかったんですけど、頭がねめっちゃ痛くて寝たんですけど、薬も飲んだんですけど、いやなんかね最近体調はね全く悪くないんだけど、なんか最近めっちゃぼーっとしたりとか頭が痛くなったりとかがなんか多くって、今日はなんか寝ても治んなくって、いつもなんかちょっと寝たりしたら治るんだけど、なんかちょっとマジで治んなくって、今薬飲んだんですけどまだちょっとガンガンするので、ごめんね、せっかく1周年の日なの。でも割となんか最近結構なるんですよ、最近結構なるんだけどね、ちょっとね寝たらいつも治るかな、治るかなって思ったんですけど、ちょっと今日は本当にガンガンしちゃう頭が、ごめんね遅くなっちゃって、今日せっかくドラフト1周年だからさ、みんなといろんなお話をしたかったんですけど残念です。ああ先生さん本当ありがとう。なんかもうこれが私の悪いところでもあるんだけど、こう熱があったら、熱があるから体調悪いって思っちゃうから、こう熱を測らないようにとしてるんですよ。おお初見さんありがとう、ごめんねちょっと今日頭痛くて、のりくんレスティアのゆらりんことゆらあかりです、よろしくまた来てね。あなたは推しの体調を取るか配信してもらいたいかどっちを取りますかってゆみこさんに言われたゆみりんさんは優しいから、優しいからね、優しいからそう言うんですよ、そう言うんですよ。でも私はだって毎日アイドルと切れさせたくないし、なんかショールームを一日やらないと多分私死んじゃう体質なので自分がやりたくてやってるんだよ。ゆみりんさん優しいよね本当に、ピスケさんありがとう。でもなんか結構思うのはゆみりんさんって結構、私は全然あれだけど、一周年おめでとうありがとう、私は結構あれなんだけど、ゆみりんさんってさ結構なんていうの、やっぱりセンターっていうのもあって ST の顔なわけじゃないですか、メンバーの一番前に立って一番真ん中で活動してるじゃないですか、だからねメンバーの気持ちをね、メンバーが普段言えないようなことをなんかゆみりんさんは前に立って言ってくださってるなって思うことがねすごくあります、かっこいいなって思う。岩子ありがとう、なれなれたこありがとう、うん、なんかねすごく思う、そういうのセンターってさ、そう立ち位置だけじゃないじゃん、やっぱりみんなをまとめていかないといけない立場で、ゆみりんさんもねなんかだからそういうことをね、メンバーがあんま普段言えないようなこともね察して、メンバーのことをすごく思ってね言ってくれてるところもねあるから、すごく優しいなって思う。でもゆらはやりたくてやって、そう1周年なんですよ、もっとちゃんとねお祝いの配信をしたかったんですけど、明日元気になったら明日ゆっくりさせてください、お願いします。カメレオさんありがとう。なんて言うんだろうな、なんかこうショールームのことに関しても、ショールームのことじゃなくてもなんかメンバーってさ
ていうか、まあアイドルってさ、こう思ってもさ、それを口に出さなかったりとかさ、何こうこうなんていうの、何でもこう何でもかんでも思ったことをさ、言うわけじゃないからさ、それをなんていうんだろう、心に溜めすぎちゃう人とかもさいると思うのね。特になんかショールームとかさ毎日やってるからさ、そういう風に思っちゃう人もいるかもしれないけど、それをね、なんかこうやっぱり前に立って活動してくれてる人がさ代わりに言ってくれると、なんかすごく、あ、言ってくれたって思う時もあるのかなって思う。なんかサッシーさんとかすごくそうだなって思うのは、こうメンバーのことをすごく見てて思ってて、なんか指原さんってさ、結構なんていうの、指原さんが言うことによって影響力があるっていうのがあるじゃん。それをさ、メンバーのことを思って指原さんが言ってくださるから、こう伝わるみたいな、なんかそういうメンバーが STU はユミリンさんだなってすごく思う。だからありがたいなって思う。私はそうあれだけど、そう配信やりたくてやってるんだけど、全然今日のことに関して言ってるわけじゃないけど、そうだからその分みんながそこに頼りすぎちゃって、まあ自分が言えなくても言わなくても誰かが言ってくれる、指原さんが言ってくれるみたいなところがあるのかもしれないけど、今のまでにはやっぱりでもその分影響力がねやっぱ違うからね、そういう立場を自らこう買って出る、やってくださる指原さんとかゆめりんさんとか、もう本当にすごく尊敬するし優しいなって思うし、うん、強いなって思いますね、心が。ミラニスタさんありがとう。そうなんですよ皆さん、今日でドラフトから1年なんです、ありがとう。あきらさんありがとう。もっとゆっくりね配信したかった、嬉しいよ。1年あっという間でしたね。エリさんありがとう。だいぶ変わった。うそ、どこが。なんかひでぽん、しょうやりんと、どこが変わりましたか。どこか変わったかな、みゆら。わー、ありがとう。ごめんね。おみわけのみさん、たわーこまーよ。ありがとう。ごめんね。こんな感じの配信になっちゃって。リアルに痩せた。そうだね、確かに候補生の時は太ってた。今よりプニってた。キレイ48さんありがとう。 STU に来てくれてありがとうねって言われるとなんかすごく嬉しいです。涙が出そうになります。出ないけど。出ないけど、ドラフト候補生だったんですよ最初は。ありがとう。めちゃめちゃね、初にピカピカピカ、ありがとう。めっちゃね、確かに太ってたかも候補生の時は。でも最近ね、なんかみんなさダイエット始めてて、 STU の周りの子が
がね、あのお米宣言してるんですよ。絶対しなくていい。中学生の時にそんなね食事なんか制限しちゃね、ちゃんと成長線形ダメよってね言ったんですけどね、なんか偉いかな、ソラハはちゃんと食事制限をしてて、もう本当に偉いの、だから偉いと思って。だってソラハなんかもう私の2分の1ぐらいしか細さないのにさ。おゆやけのみさん、タワーありがとう、ありがとう、こまうよ、おっぱさんへん。でね、あの iPhone まで今日レッスンで iPhone と一緒だったんだけどね、iPhone めっちゃ面白いの。あの私がマックが今ポテト190円じゃないですか。でマックのポテトをね食べたくなっちゃって、なんか私今日朝から何も食べてなかったから、レッスン終わりに結構朝から結構長い時間レッスンやってたんですよ今日。やってありがとう。でレッスンやっててお腹空いちゃって、 iPhone にあの今マックさポテト190円だからさ一緒に食べに行かないって誘ったんですよ。そしたら iPhone が、いやうち今頑張っとるけみたいな、ダイエット頑張っとるけみたいなことをね言ってきたの iPhone が。だから誘わないでって、マックは絶対行かないって iPhone が言ってきたんですよ。でなんか iPhone も最近なんかちょっと気にしてるらしくって、カロリーとか全部見てるらしいの。でもカロリー見てるけど、カロリー見たところで結果それ買ってるからあんま変わらんって言ってたんだけど、そうマックに誘った時にまさかのね iPhone にね断られちゃったの。だからもう、あ iPhone もダイエット頑張ってるのかと思って、だけじゃ言って伝えた、また来てね。ねえなんか、iPhone ももうダイエットしてるなら、もうゆらも今日マック行くのやめようかなって思ったの。で帰り道に iPhone にじゃあねってやろうとした時に、あっさんありがとう、 iPhone がゆらちゃんマック行かんのみたいな言ってきて、えみたいな。だって iPhone が行かないって言ったからもう行くのやめようと思ってたんですよ。一人で行くのはなんか寂しいからそしたら結局 iPhone がついてきて、しかも iPhone ね、あのねついてきてね、しかも買ったものがね、ね、iPhone ポテトとナゲットとしかもジュースまで買ってたんですよ。でえみたいな、全然ダイエットしてないじゃんと思って、しかもなんかもう結果めっちゃ高かったみたいな、セットよりも結果高かったみたいなことを言ってて、もう面白すぎる iPhone と思って、そう面白かったのそれが結果食べるんじゃんと思って。でもなんか最初カズリンタコありがとう、でも最初なんかあのポテトが食べたいって言って誘った時に iPhone がね、 iPhone がいやポテトはな、何カロリーじゃがみたいな、ポテト1個じゃ何も変わんないよって私が言ったらね、斉藤さんハートいっぱいありがとう、ポテト1個じゃ何も変わんないよって言ったらね、なんかポテトは1個何カロリーじゃがとか言ってたくせにさ、あんだけ言ってきてたくせにさ、 L サイズのポテトにさ、しかもナゲットまで買ってさ、しかもさ炭酸のジュースまで買ってて何だったんだよと本当に面白い iPhone は、面白い iPhone
頑張ってるんだからね。あんなに細い空派ですら頑張ってるんだからね。ユラも頑張らないとと思いながら今日マック買ってた。斉藤さんありがとう。頭痛が痛い頭痛が痛い。しかも iPhone ジュースも L サイズだった。なんか結果30円しか変わらんかったき、L サイズにしてしもったわって言ってて、ジュースまで L サイズにしちゃったの。家で動画見ながら食べようって言ってめっちゃ面白い。本当に帰り道、多分家に帰りながら歩きながらポテト食べてた。面白い。でもこんな話したかって言ったら iPhone に怒られちゃう。iPhone に怒られちゃう。ねるちゃん当たった。足ありがとう。そう、今日そう風を待つようなレッスンをねしたんですよ。難しいんだけど、一回なんか成人式の日の夜になんかいろいろあって、風を待つようなね、あの振り入れを私とあーちゃんさん二人で一回だけやってて、ちょびっとだから割とついていけたけど難しかった。めっちゃね風を待つようなね手がね難しいの。タッ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 みたいな、もう覚えれない。うん、大変と思って。何だったかな、何が難しいって思ったんだけど、でもなんかできるとめっちゃ気持ちいいな。できるとかん、あのね楽しいんだけど、できるまでがめっちゃ難しかった。なんかリバー的な、リバーも最初めっちゃ難しくて、あこれ絶対できないって思ったけど、できたら体が勝手に動くから楽しく踊れるんだけど、風を待つは結構なかなかね難しいなって思いました。不思議不思議。なんかタッ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 とかあるの。アクが難しかった。大サビタタ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 タ。みんなすごいなって思った。フォーメーション難しそう。それも風邪ではないんだけどね、なんか最近頭痛がやばくて頭がぼーっとしちゃうんです。なんか最後のお知らせでした。嬉しい。これからはユラの毛を取ってくれてるっていう解釈でいいのかな私あそこが好きです。タラタラタタラタタタタタジャンプするところかわいい。ひよりありがとう。あー1年そうありがとう。なかなか難しいなと思いました。でもなんかさ、最初のね風を待つを聞いた時にね、あんまりなんか A メロとか覚えれないなって思ったんだけど、こう何回か聞いてるとなんかもうすごく好きになっちゃって、風を待つがめっちゃいい曲と思って、聴けば聴くほどなんかいい曲ってめっちゃ思うようになって。えりちゃんありがとう。聴けば聴くほどめっちゃいい曲って思うようになって、なんか歌えば歌うほどなんかめっちゃいい歌と思って、なんかちょっと泣きそうになっちゃったの
あ、この歌めっちゃいい歌だなって思って、なんかすごくいい歌ですよね、風を待つって。でもね、ドラフトの曲もすっごくいい歌なんですよ。ドラフトの曲もね、負けないくらいめっちゃいい歌、もう早くみんなに聴いてもらいたい、すごくいい歌でした。うん、なんかそう、そうだね、あ、やった、うん、がいいって言うから3月の握手会来てね、来る、来てね、あら、もしもししたら怒られた、なんかもし、もしね、もしあの延期がなかったらセカンドの今年のリクワは入ってたんじゃないのって思うくらい歌がすごくいい、いい歌なんです。でも来年のねリクワもしねランクインできたら5人で歌えるから、もうすごく楽しみ。みんな来年のリクワはドラフトの曲いいなって思ったら言ってくださいね。名前覚えといて。はい。お、会場枠の件ついて、おー、ありがとう。ライバルとは思ってないですよ、トロメチコッコさん。好きだもん、私、トロメチコッコ。もうね、そう、録音レックしてきたんですよ、ドラフトの曲。お、じゃあ、明けおめじゃん。スーパームーン、見てない。今日スーパームーンなんだね。君だよ、ありがとう。ドラフトの曲マジみんなに早く聴いてもらいたいなって思う。ていうか昨日握手会の後にもなんかちょっとお仕事して帰ったんですけど、もうねみゆみゆさんがね我が子にしか見えなくなってきた最近。ずっとね、私の膝の上にいてね。ずっと二人でね、遊んでるんですけどね。我が子にしか見えなくなってきちゃった、みやみやさんが。握手行こうかな、来て、さやちゃん。私が産んだのかな、みゆみゆさん。え、私の子供だったのかもしれない。本当になんかね、自分の子供みたいにね、なんか何でもしてあげたくなっちゃう。もう、はーって。かわいいねーって。やりたくなっちゃうの。違うの。みゆはね。違うの。みゆはね。めっちゃやってくるの、かわいい。でもみゆみゆさんはね、本当にあのなんか誰からも愛される子だなってすごく思う。なんか大人の方もメンバーにもこうなんていうの、上手に甘えるというか甘え上手なんですよ。でなんか計算で甘えてるわけじゃなくて、あの人多分本当にね精神年齢がね3歳ぐらいなんだと思う。本当になんか当たり前かのようにねみんなに甘えるのがすっごいね上手。でも計算じゃなくて本当にね
ちゃんなんだと思う。すごい可愛い。来てくれるか。あら、待って。もう58分だったの。ごめん。ランキング読みます。13位、ヒュワとメリーポピンズ全員さん、ありがとうございます。12位、リンマオさん、ありがとうございます。11位、エリさん、ありがとうございます。10位、よらず2、大丈夫、心配してますよ。タイマヨラレさん、ありがとう。そして9位がカメレオンさん、ありがとう。そして8位がフーラン、ありがとう。そして7位がシンイチさん、ありがとうございます。6位がショウヤ、ありがとうございます。そして5位がナルコさん、ありがとうございます。そして4位がコデランニコートアット、昨日はグダグダだったけど初明けし、ありがとう、ありがとう。そして3位がユワポンアットユーラン、そして2位が伝説のヒレポンアット1周年おめでとう、アンド頭痛お大事に、ありがとう。そして1位はデレデレデンデン、オビワンキノビさんでした、ありがとう。今日申し訳ない、でも皆さんのおかげで夢を叶えてもらってから1周年が経ちました、ね、これからもよろしくお願いします。明日また元気になったらゆっくりね、ドラフト会議から1周年記念配信できたらいいなって思ってます。メガフォースビビビ、あー、ありがとう。お岩系のみさん、こまえん、おとさん、ありがとう。みんなおやすみなさい、ありがとう。ごめんね、絶対直すからね、待っててね。また明日。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。ありがとう。